着は恥ずかしいですよ。復活までの道を。マジですか。それ復活して、ね、活躍できなかったら恥ずかしくないですか。それは自分次第やな。それがなかなか厳しいよ。ジム行ってる。いや、ジムは最近行けてないですけど、昔はずっと行ってました。まん延防止措置になって、はいはい、仕事終わりなんか6時まで行けなくなって、それまでは10時までやってたんですけど、急に6時になったので行けてないので、とりあえず家で筋トレしてるって感じ。すげえな。1年のブランクでその体はやばい。だいぶ鍛え上げてきてるでしょ。ないけど、誕生日なんすよ。誕生日なん今日。誕生日なん今日。誕生日感できないか。誕生日なん今日。おめでとう。全然誕生日感できない。この動画作って送ってあげるね。でも朝から仕事や。あ、彼女おったんじゃん。そうっすね。え、今も？え？今は？今は家にいます。あ、家にいるのに。頑張らなあかんや。一緒行くわって言ってたけど。一緒は行くよって言って。頑張ろう。はい。ありがとうございます。おー、お疲れ様です。なんかマイクがでかい。マイク買いました。かっこいいっすね。今日も増田幸喜密着なんで。そうなんですか。ガンガンやりますね。ガンガン。でもまだ来てないのか。いや、もう着替え終わってました。あ、いました。はい。いや、僕はいいっすよ。いやいやいや、僕は何もリハビリの手伝いをするだけなんで。名トレーナーじゃないですか。いや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 。なんか時速やっぱ13キロちょいまで上げないといけないって。うん、だからいつもの60秒ペースで帰ってきて、今週ちょっと別件でサッカーのこといろいろ調べて、なんか時速13キロまでやっぱアスリートは走るっぽいんだよね。まあ、いつも通りって感じ。うん、いつも通りでいい。で、10周走って、で、まあ、送ったメニューを、はい、ご通りやりました。ちょっと走ります。はい、よろしく。よいどう。あと少し、少し。どうやった？いや、気をつか。気持ちいいっす。気持ちよく頑張りました。うん、疲れた。今日はちょっと帰らせていただきます。誕生日おめでとう。 ありがとうございます。あー、マッサージだ。おー、ちょっと今から誕生日楽しみます。どうしてんですか。